ゆめかです。ピンク、ラテ、TP 始まるよ、イエーイ。はい、おはようございます。ということで今日の企画はゆめかの休日ブログです、イエーイ。はい、今日は私の休日の一日の様子を皆さんにお見せするという企画です。今日の予定はないので、そうですね、朝のスキンケアの様子とか勉強の様子、あとワンちゃんが登場したり、お出かけの様子とか、そうですね、一日の全体で気をつけていることとかを皆さんに紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあまず洗顔をしていくので前髪を止めます。こっちに分けるかこっちに分けるか、一番じゃあ上に上げちゃいます。じゃあ洗顔します。顔を濡らします。朝がっつり洗うと痛くなるんですよ、目が。だからちょっとしか出さないようにしてます。なんだろう、アレルギーかな、目痛くなる。でも本当に日焼けした、体育祭の練習してる頃さ、みんな洗顔したまま目開けれる？お願いします。このパジャマはピンクラテです。次、スキンケア1本で済ませちゃう。スザンヌの薬用潤いホワイトニングジェルです。これすごいの、これを塗ります。これあんまり使ったことなくてさ、使うの5回目くらいなんだけどさ、ちょっとゴロゴロしてるから洗顔かなって思っちゃう毎回。よし、 OK、 1本で全部入ってるから済ませちゃいました。次メイクします。今日はピンクラテ TV の、待って、どうしよう、おでこ広いやな。今日はピンクラテ TV のインスタのアイケの部屋着を撮るので、ナチュラルメイクなんですけど、下地とかノーズシャドウとか目立っちゃう部分とか、まあとにかく気をつけてメイクします。とにかくテーマが部屋着なのでナチュラルメイクで、今日は今塗ってるのはお湯クリーム。待って、塗りすぎたかな。まあこんな感じで下地とかを、 BB クリームとかもあるんですけど、下地を今日はいつも下地塗らないんですけど、ノーマルで撮るのでしっかり下地して、ファンデーションはしないけど、冬クリームと BB クリームの2つを2つだけ下地に使います。そしてシェーディングとかノードシャドウとか、とにかくナチュラルに気をつけてメイクをしていきます。はい、激薄メイクが終わったので次は髪の毛をやっていきたいと思います。今日はさっきも部屋着だからナチュラルメイクって言ったように、髪の毛もストレートにしていきます。前髪もがっつりやったりオイルとか塗るっていうよりは自然な感じでできるように頑張ります。冷める前に駆使するのがポイントです。横の癖がひどいな、本当にいい感じかな。まあささっとで、まあ適当ね、そこまで誰も気にしないでしょって感じの最低限の前髪にすれば、あとはなんとかごまかせる。髪の毛とメイクが終わったので次お着替えしていきます。はい、朝ごはんと歯磨きとお着替えが終わったので次は勉強です。そして私は学校でも休みの日も体にいいというので水をずっとごくごく飲むようにしています。集中力がそういう意味がないので、ジュースご褒美で頑張ったらこれを飲むとか、そういうご褒美を作りました。全部は飲みきれないんですけど、ちょっと飲みたいなと思います。そして勉強方法はテストの間違えたところを復習して、覚えたことをノートに書いて、そのノートに書いたことを覚える。そしてその間違えたところをワークで解いてみる。そして時間を置いてからもう一度テストを実践してみて100点になるまでそれを続けるっていう勉強方法をしています。とにかく往復練習が大事と聞いたので頑張ります。みんなも勉強頑張ろう。お昼ご飯食べ終わったのでおやつをお母さんと一緒に作ります。一番大好きなレモン、でレモンと砂糖を交互にこぼしそう、よいしょ。じゃーん、次はどうすればいい、
でかっ。これ、なんかこのぐらい、もうちょっと、はい、できた完成。はい、次は家族の愛犬ミッキーって言うんですけど、ミッキーとお出かけに行こうと思います。本当はなんか犬も人間も一緒に入れる足湯みたいなところに行く予定だったんですけど、まあもうギリギリ閉まりそうだなということで、海までお散歩に行こうと思うので準備をします。じゃあお散歩に行くのでミッキーを連れてきます。ミッキーのお散歩に来ました。なんか見てて、今の反応ミッキーのつけない、見ててね、可愛い状態も見てね、見て足、甘い足、可愛い、可愛くない？大丈夫、大丈夫、可愛い。あれちょっとちょっと可愛い。次は数学のプリントが宿題で出てるのでやりたいと思います。そしてこれは何もない日にアリアが買ってくれた筆箱ですっていう関係ない話をしましたけど、勉強頑張ります。お風呂が沸きましたっていう感じでお風呂に入りたいなと思っているので、お風呂の前にしていることを今から紹介していきます。まずなんか髪の毛にホコリがついてるとうまく汚れとかが落ちないっていうので、お風呂に入る前にブラシで軽く溶かします。溶かしたらここに水があるんですけど、筋トレをします。汗かくまでお風呂の前にします。いつも床でしてますけど、ここで体感しますね。体感してる時って暇じゃないですか。なのでちょっと暗記するものをここにこう置いてこうやって体感するんです。いくよ。よいしょ、疲れた。でこの水を飲み干します。はい、じゃあお風呂に入ります。行ってきます。お風呂上がりました。そしてスキンケアをしていきます。最近は私はパックで1個で済ませるようにしてます。なんかお風呂で私は蒸しタオルって分かりますか？タオルをレンジでチンしてみたいなやつなんですけど、濡れたタオル、ね、それで蒸しタオルを結構当ててから洗顔してパックをします。お風呂の中で使ってるものとか詳しいことはナイトルーティーンで出てるので、そっちのチェックをお願いします。そして相変わらずパックをつけるのが下手です。ひんやり、なんかめっちゃ生えてるミッキー。待って、めっちゃ気持ちいいんだけど、いつもより気持ちいい。つけるの上手くない？でもこのこめかみのところにさ、パックついてほしくない？待って、パックつけるの上手くない？でおでこ広いからいつも余っちゃう。あ、でもこっち下手かもしんない。こっち下手だわ。こっち下手だね。シワシワです。下手でした。あ、でもいつ、あ、うまい。え、うまいんだけど。で、まあパックをしてる間にボディケアをします。使うのはこの2つ。こっちは普通のニベアです。そしてこっちはレイラちゃんに誕生日プレゼントでもらったザ・ボディショップのボディバターです。まずニベアを先、肘、膝、塗ります。次、ボディバター。これ2箱持ってるからさ、2箱持ってるから早く使わなきゃ。なんかね、やばいの、膝と肘が乾燥しすぎて。冬とか粉吹いてて白いし、乾燥肌だから日焼け止めを肘と膝だけ飛ばしてたの、粉吹いちゃうから。そしたらここだけ焼けちゃって黒くて最悪って。でこうすねとかふくらはぎに伸ばします。いつもの足するね。うん、こんな感じで見えない。爪磨き二枚爪なのだからさ、頑張ってやってる。今はその爪のカスみたいなのを取るらしくて、でこの白いのは磨く。でも嫌な音するの、キュッキュッて。嫌だ、嫌じゃないこれ。早く終わらせちゃおう。爪美容液、ゆらりが誕生日でくれた。今二枚爪やばくて見せれないわ。でもね、ささっとでいい。爪さ、カサカサだとやっぱりちょっとあれじゃん、見た時とかに手入れしてないんだってなっちゃうから、
なんかは爪と髪質とあと肌とか眉毛とか結構気にする。よし、パック取ろうかな。取りたくない。手がってる。で、このパックはだいたいこう分かるかな、あるあるじゃない。よし、オッケー。次は顔、これやる。これやりながらだいたいスマホいじってるわ。音楽聴いてるか、リプ返してるか、 LINE 返してるか、コメントいいねしてるか。なんか電話してないからあれになってきた。寂しくなってきたんだけど。次はこれ大事、爪じゃない、まつげ美容液。まつげ美容液塗ります。下まつげからやるの。あ、もうほぼないの下まつげ。ほらこの細い毛があるだけが、頑張って伸ばさなきゃ。これはなんで今こんなまつげが上がってるかっていうと、洗顔してる時にめっちゃこうまつげを上に向けてたら癖ついた。はい、まつげ美容液塗れました。で、髪の毛はだいたい塗る直前にやるので乾かないので絞っておけば。ミッキーに餌をあげてきます。とりゃ待て、おさわり、お手、おかわり、違う、おかわり、おまわり。ダメ、伏せ、バーン、待て、よし、よだれないのがかわいそうに、よだれ。はい、磨きも夜の勉強も終わったので寝たいと思います。映してないですけど、朝もちゃんと歯磨きしてます。あと当たり前だなと思って別に映さなかったんですけど、歯磨きのシーンは、あれ使ってます、アメリカの歯が白くなるみたいな、まあ、検索すれば分かりますけど、アメリカの結構ごつい感じの歯磨き粉を使ってます。寝ます。照明を落とす。はい、今日も最後までゆめかのこの休日ブログを見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバイ、おやすみなさい。